昭和43年創部の都立鷺宮高等学校野球部。現在部員数はマネージャーを含め34人が所属しています。大会成績は去年の夏の大会で3回戦進出。今年のモットーは目の前の試合に全力を尽くすです。就任3年目を迎える杉山真嗣監督のもと、鷺高ナインは夏の大会に向け日々練習に励んでいます。キャプテンは1年生からレギュラーとして活躍してきた3番ライトの水野亮選手。今年のチームは1番から9番まで切れ目のない打線が特徴です。チームワーク作りをしっかりしてきました。秋春とあまりいい成績を残せないので、最後の夏いい成績を残せるように頑張ります。そしてチーム一の打撃力を誇り、守備の要でもある副キャプテンの4番キャッチャー宇津木亮選手。4番ではありキャッチャーでもあるので、自分がしっかりやらないとチームは絶対勝てないと思っているので、人一倍自覚してますし、チームが勝ち上がれるように必死にプレーしていきたいと思います。東東京ベスト16を目標にやってきているので、それに少しでも近づけるように、投手陣をバットでもそしてキャッチャーでも助けてあげたいなと思っています。チームの目標ベスト16進出を掲げ、夏の大会に挑みます。ボールは一つ、思いは一つ。